さんの、耳後ろのところですね、肩に当たるところを、ここはね、アンダーですね、下を入れてきます。理由はなんか違う動画でちょっと今度言いたいと思います。このアンダーに、はい、チューブTV。はい、こんにちは。札幌占い美容師早山勝の音です。今回もモデルやっていきたいと、モデルさんの方を担当させていただきたいと思うんですが、今日お任せということだったので、まず、まあ、根元が今イタチが出てるのでそこを染めていきたいですよね。はい、はい、そこを染めるのと、あとちょっと癖が気になったんで、一番矯正、宿毛矯正しようかなと思ってます。で、そこで時短宿毛矯正で、なるべく時間かけないで、やっていこうかなと思ってるんですが、ちょっと帰りのお時間がございまして、モデルさんとそれがあるので、カットカラー矯正だと、多分一般的な美容室だと5時間コースぐらいだと思うんですけど、5時間半とかかかると思うんですよね、カットカラー矯正。カットでもね、ちょっと切るぐらいなんで、カットをちょっと省いて、2時間、目標2時間で、今から2時間で、カットはポイントカット、毛先揃えるぐらいかな、あとはカラー矯正、これを2時間でできるかなと、やります。はい、ちょっとどんどん行ってますから、すいません、カットします。はい、まだ8時半にはなっておりません。カットするって言っても毛先は切らないので、ただすごい気になったのが毛量の量感がちょっと気になるか、重いとかじゃなくて、毛量ので、T2 セリングなんですが、ちょっと厚さが溜まってるとことか、この辺をちょっと取りたいなと思います。はい、バーコードで取って、今まで空いてるところですね、難しいところだけをちょっと取っていくか、でも大丈夫ですね、なんか大丈夫そう。もっとなんかすごいかなと思ったら、バランスよくついておりますね。大丈夫ですね。で、今 T2 の先っちょだけ使うと本当にそぎ率 5% ぐらいしかないので、ほぼ取れないんですけど、まあ、ちょっとこう重いところだけを見て、実際にこう見てですね、取っていきます。大丈夫そうだな。で、前髪がこっちだから、前髪でもちょっとついた方がいいんじゃない？はい、その方が馴染みやすいですよ。お願いします。でもここはこっちにするかもしれないから、一応長い方がいいんだよね、ここはね。そう、いや、大丈夫です、お任せで。お任せですか？ついた方がいいですか？うん、ちょっとこっちにするんだったらつなげた方がいいですね、ここ。はい、ただモデルさんあんまり聞いたくない感じなので、まあこれはラフにつなげます。ただ T2 で逆場に T2 持ち替えて、ちょっと持ちづらいんですけど、メガネじゃないから、ここをつなげていきます。なんで、ここを徐々につないでいく感じですね、こんな感じで。このようにつなげていきます。
っと分かりづらいと思うんですけど、前髪のエンドラインをからこの下に向かってつなげてってるんですね。でちょっとつながりが綺麗になって、で今度前髪がちょっと重いんですね。ここがちょっとラインが出すぎちゃってるんで、ここを少し、まあ、ちょっと T2 ばっかり使ってるんですけど、 T2 でT2 でちょっと毛先から少し間引いていきます。あんまり奥まで入れないで、先っちょだけ T2 でちょっと動かします。で、このような感じで前髪のラインがちょっと、あんまりラインをねはっきりさせないカットです。普段は結構ラインははっきりさせてしまうんですけれども、今日はそうしません。あとは中間の重さちょっと溜まってるんで、手先じゃなくて中間をちょっと取りたいなと思います。中間をちょっと取っていって、中間の馴染みをちょっと良くしていきます。これで少しツルッとしたかなと思うんで、ちょっと縦に入れてる感じですかね。ライバルタンで、縦にこういう風に入れてる感じで、ちょっとなじましていきます。いいじゃないですね。ちょっと前に動かせね。でこのように縦で、はい、縦で入れてってます。このような感じですね。まあ、特にモデルさんの、耳後ろのところですね、肩に当たるところを、ここはねアンダーですね、下を入れてきます。理由はなんか違う動画でちょっと見たいと思います。このアンダーに入れてきます。はい、ここに入れてきます。耳後ろのアンダーだけにちょっと入れていきます。耳後ろのアンダーだけに入れていきます。動かします時間がね。若いのは絶対って巻いたらさ、絶対さそのスムーキーさ、はいはい、変な感じになっちゃうでしょ。
それは無理だよ。貼付けるとかだったらいいけど、貼付けで書いてるんですよね、それ。これ書いてます、これ。それは無理だもん。はい、今日の撮影終わりました。で、毛量の方をついたんですけど、やはり中間がちょっと毛先の重さはもう取れない状態ではあったんですが、中間の重さがちょっと気になったんで、テイクセニングを使いました。で、テイクセニングでやることによって、ここがシュッとこう入って、毛先の量と中間の量のバランスが整ったんですね。はい。で、前髪はちょっと何気なくこう流れるように、しました。で、前髪短くこう伸ばしてる途中で、ラインが出てたんで、そのラインを T2 セニングで取って、やりました。で、色は、シンプルに根元の方は、スローのピンクのグレーで、の8で、毛先はスローのピンクの10ですね。それで、シンプルにやりました。で、大体2時間ちょっとぐらいで終わりました。はい。ということで、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、では皆さんまた見てくださいね。じゃあねー。